一番の危険はね、5200億の問題、お金を出してるってことは、うん、うちが戦争になったら助けてくれよっていうね、それもあるんでね。それから今 NATO の問題で言えば、あのまた彼らが何が得になるかって言ったら、武器売ったり自由と民主を守るために援助するとかね、こういうような形で。一番ね、矢野さんなんかご存知のように、北海道はもうほとんど師団規模1個しかないわけで、旭川中心にね、で全く守りとかできないですよ。それなぜこんなね、ロシアをわざわざ刺激するようなね、あそこは米軍の基地もないわけですよ。でそういうところで刺激をわざわざ与えて、力があるならいいけどもね、何にもないのにわざわざ、ね、与える、そして理由をつける。おそらくね、私が今考えているのは、この今の政権はね、岸田政権というのはやっぱり日本と朝鮮半島を戦争状態になった時のそういう戦場にするっていうね、長期的な、あの長期的っていうか意外と近いかも分かんないけど、そういうことあると思うんですよね。それでみんなでNATO もアメリカもみんなで応援して日本の自由を守ろうとかね、本気で考えちゃいないですよ。これ実際は自衛隊に守る力がないことは間違いないわけでね、今核武装もしてないわけだから、私極めて危険な政権だと思ってるんですね。ウクライナが干渉国家じゃないですか、はい、要するに力と力のぶつかる、はいはいはい、日本も干渉国家なんですよ。だから社長のおっしゃるように、うん、いつ北海道を攻め込まれて、うん、中国が攻めてきて、ヤルタ会議じゃないですけど、うん、あの列強の中で日本が分断されて、そして金取られて、はい、打ち入り取られて、はい、全くそうですよ。そのシナリオはあると思いますよ。そうですね。でロシア の、 その、ね、西側がウクライナで、東側が日本で干渉国家じゃないですか、うんうん、で昨日か一昨日ね、アメリカがアルメニアとの合同軍事演習を始めたんですよ。だから南コーカサスもあれも干渉地帯なんですね、うんうんうん、だから今バイデン政権がやろうとしてるのは、もう要は自分たちの子分を目の前にボン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 出して、うん、お前戦えよ、行ってこいよっつって、うん、なんか全方位からロシアに対してやってるような、うん、そういう雰囲気なんですよね。だから、うん、軍事援助はするからね、お前ら戦えっていう、ね、そう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 、で俺たちの武器を変えと、はい、そういうことですよ。どうぞ。はい、NATO というのはそもそも何のためにできたかというと、はい、冷戦時代にそのソ連の、うん、特にワルシャワ条約機構軍のその、うん、飛行部隊に対してですね、集団自衛体制を取って、うんうん、まあ、欧米の自由社会を守るという名目でできたんですけど、実態は一種のグローバリズムの下でですね、うんうん、まあ、EU と一体で、まあ、出来上がった組織で、本来冷戦が崩壊した後、ソ連が崩壊したらその使命は終わってるわけですね。だから実際はグローバリズムのその後の拡大の手段に使われてきてですね、まあ、コソボ以降ずっとあの東方拡大をやってきたわけです。そうですね。それでいよいよその最終的にロシアの最後のその緩衝地帯であるウクライナに NATO 化を進めようとしたと。でそれの分岐点だったのが2006年7年頃で、でそれに対してあの、まあ、プーチンもタッカー・カールソンのインタビューの中でも言ってますけど、まあ、その頃、まあ、もうちょっと前のこと、時期的にはもう少し前ですけれども、ロシアが NATO に入ったらどうかということを、まあ、言ったと。そうすると大統領クリントンだったと思うんですが、OK って言ったけれども、その後そのすぐ発言を翻して、それは、ダメだというふうに言われたということを、まあ、彼は言ってるわけですけれども、その NATO が今グローバリズムの最後のですね、奥の手として彼らが常にやってきてるのは、新しい戦争を、今やってる戦争を継続してる段階でもう先が見えてきたら次の手を打つということをやってるん で、 そうです、ね、私が今見てるのは、まあ、さっきから皆さん言われてるんですけど、私はこの北東アジア、この3つの正面、欧州と中東と北東アジアのこの3つの中で、北東アジアだからまだ火を吹いてないんです。そうなんですよ。で実はあの南シナ海はですね、もう非常にあの危険なところまで行ってるんですけれども、しかし南シナ海の場合は軍事力 の、 その集積地域でもないので、仮にそういうことが起こったとしても大した紛争にならないんですよね。でやはり朝鮮半島か台湾海峡ということで、今あの日本をですね、NATO の軍が入ってまあ大規模演習をやってるということはですね、これはあの次の布石として朝鮮半島、それから対露正面、それと南西諸島、このまあ3つ の、 あの正面を睨んでですね、いずれについても日本がキーになると。でこの日本をそのキーパートナーとして北東アジアで紛争を起こしてですね、そこでそのグローバリズムの
一挙展開を図ると、でロシアを分断して東西から攻撃するというような、うんうん、そういう戦略をですね、うん、まあ、考えている可能性もあると思いますね。だからあの、日本としては自国の国益というのをしっかり考えて、うん、まあ、それにまあ振り回されないように、うん、私はあの防衛力の増強は賛成なんです、うん、だけどウクライナの人も言ってますけど、うん、ウクライナは勝って世界第3位の核保有国だったんですね、うん、で全部核をアメリカとイギリスとロシアに言われて、しました、ね、あの全部破棄するか渡してしまったんですけれども、うんうん、もしその時に一発でも核戦力を維持してですね、能力を持っていれば侵略は受けなかっただろうと、こういうことも言ってるわけです。ですから日本は逆に自立防衛力の骨幹としてですね、まずは核を持って、そして抑止力を維持しながらアメリカの核の傘に全面依存しなくてもですね、最小限抑止段階の戦力は持てますから、それをやった上でですね、実質的な戦略というのを立てて、日本の国益に関わらない戦争への巻き込まれということをですね、抑止する体制を取るべきだと、それをもう早急にやらなきゃダメだと。そうですね。